おはこんばんにちは。ゆっくり霊夢よ。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は坂井泉転落死亡事故について解説していくわ。坂井泉さん、もしかしてザードのボーカルの人か？その通りよ。亡くなった時はショックだったぜ。でも、詳細についてはあまり知らないな。そうでしょ？解説していくわね。ゆっくりしていってねー。まず、坂井泉さんのことを知らない人のためにも、どんな人なのかを説明した方が良いんじゃないか？そうね。坂井泉さんは1967年、神奈川県平塚市に生まれたわ。松蔭女子短期大学を卒業後、不動産会社第一不動産の総務部で、約2年間勤務していたのよ。大学卒業後は会社員として働いていたのか。スカウトをきっかけにスターダストプロモーションに所属し、本名である蒲地幸子としてモデル活動をしていたわ。へえ、モデルさんだったのか。なんだか意外だけど、容姿端麗だから納得だぜ。とても綺麗な人よね。1990年にかけて坂井さんは東映カラオケクイーンとしてカラオケビデオに出演していたの。ほほう。歌手の時とは随分イメージが違うぜ。なぜ歌手活動をすることになったんだ？1990年8月、当時のスターダストプロモーションの代表取締役、細野義郎さんにビーイング社長である長戸大光さんを紹介されたことがきっかけね。ほほう。それでそれで？坂井さんは B クイーンズの音楽コーラス隊のオーディションを受けることとなったわ。残念ながらオーディションには落ちてしまったんだけど、長戸社長は才能を見抜いていたの。これ以降、坂井泉として音楽ユニットザード結成準備に入ったのよ。すごいじゃないか。光るものがあったんだろうな。そしてついに1991年2月10日、シングルグッドバイマイロンリネスでデビュー。負けないで、揺れる思い、マイフレンドなど、旧作でミリオンヒットという記録を叩き出したわ。誰でも知っているヒット曲だぜ。かなり昔の曲なのに、今でも色あせない魅力があるよな。坂井さんの透き通るような歌声とひたむきな歌詞には心を動かされるわよね。オリコン調べの90年代アーティストトータルセールスでは、女性ボーカルアーティストとして1位になっているほどよ。華々しい経歴だぜ。でも、坂井さんってあまりメディアに露出していなかったよな。なんだかミステリアスな雰囲気だったぜ。そうね。坂井さんはメディア露出を避けるという方法によって、神秘性でブレイクしていたわ。年齢も非公表としていたしね。音楽番組への出演は1993年のミュージックステーションの出演が最後だったわ。ベールに包まれたような感じだったな。ライブは頻繁に開催していたのかな？単独ライブは1999年に行われたアルバム購入者のイベントと、2004年3月の初全国ツアーと生涯2回だけだったわ。坂井さんの生の歌声を聞けた人が羨ましいぜ。なんでも、坂井さんはとても上がり症だったらしいの。あまり物事に動じない印象があったぜ。テレ屋さんだったのか？初めてのテレビ出演が終わった後、坂井さんは関係者に挨拶回りをしたの。その後、極度の緊張により腰が抜けてしまったようになってしまったそうよ。メンバーが抱えて楽屋まで連れて行くことになったらしいわ。めちゃくちゃ上がり症だな。こんな状況だと、坂井さんにとってライブで歌うのは大変なことだったのかもしれないぜ。そうね。その一方で、可愛らしいエピソードもあるの。気になるぜ。坂井さんはデビュー前から、大黒摩季さんと公私ともに親しくしていたの。大黒摩季さんと？なんだか意外な組み合わせだな。私も最初に聞いた時は驚いたわ。大黒さんによると、坂井さんは多忙なスケジュールにもかかわらず、摩季ちゃん行きたい店があるんだけどと悪い目をして誘っていたそうよ。坂井さんにそんなお茶目な一面があったのか。なんだかキュンとしたぜ。でも、プロデューサーに怒鳴られるのはいつも大黒さんだったらしいわ。なんだかおかしいわよね。坂井さんが夜遊びしたりするイメージがないものな。想像すると面白いぜ。ところがそんな坂井さんに悲劇が訪れるわ。坂井さんは2000年以降、子宮筋腫、卵巣の右腫、子宮内膜症と次々に病気を患ってしまったの。そうだったのか。2000年のシドニーオリンピックが NHK で放送される際には、自曲 Get You a Dream がテーマ曲になったわ。この縁から、坂井さんは同年の NHK 紅白歌合戦に出演予定だったんだけど、体調不良を理由に出場を辞退したの。紅白歌合戦に出演する坂井さんを見たかったぜ。2006年4月、体調が悪化したため坂井さんは病院で検査を受けたわ。その結果、子宮頸がんが発見されたのよ。がん？手術はしたのか？6月1日に慶応義塾大学病院で病巣の摘出手術を受け、その後7月に退院しているわ。ほうほう。手術は無事に終わったんだな。ところが、翌年の2007年4月、肺炎が転移していることが分かったの。
そのため酒井さんは再び入院することとなり、抗がん剤による治療を受けながら、治療後のアルバム制作やコンサートツアーに向けて取り組んでいたそうよ。病気を患いながらも、前向きに活動していたんだな。酒井泉さんについて改めてよくわかったぜ。じゃあ、事故のことを詳しく教えてくれないか？いいわ。事故が起こったのは2007年5月26日のことよ。この日の早朝、酒井さんは入院していた慶応義塾大学病院1号棟の非常階段から転落し、亡くなってしまったの。当時のことはなんとなく覚えているぜ。かなりの騒ぎになっていたよな。死因は何だったんだ？階段から転落した際に後頭部を強打したことが原因とされているわ。酒井さんが転落したところはコンクリートの駐車場だったの。そんなところに頭を打ったらひとたまりもないぜ。酒井さんは両親や親族数人に見取られる中、息を引き取ったわ。すぐに亡くなったわけじゃなかったのか。一度でも意識は戻ったのかな？いいえ。最後まで意識が戻ることはなかったそうよ。うむ。どうしてこんなことになってしまったんだろう。所属事務所は、日課だった散歩を終えて病室に戻る途中、前日の雨の影響で足を滑らせたと説明しているわ。散歩？体力回復のため、酒井さんは病院の敷地内を積極的に歩いていたそうよ。ふんふん、なるほどな。酒井さんはどれくらいの高さから転落したんだ？3メートルほどよ。3メートル？随分低くないか？ええ。もし酒井さんが自殺のために飛び降りたとすれば、これでは低すぎると言われているわ。確かに自ら命を絶とうとするなら、もっと高いところを選ぶよな。酒井さんがいた階段は危険な場所だったんじゃないか？思いがけない事故だったという可能性もあるぜ。どちらも否定できないわね。けれど、床から手すりの上部までは約 1.2 メートルの高さがあるの。足を滑らせたとしても転落する可能性は低いのよ。1.2 メートルか。手すりをまたがないと乗り越えられないよな。発見された時の酒井さんの様子も知りたいぜ。酒井さんは外出用の服を身につけ、仰向けに倒れているところを通行人に発見されたわ。遺書はなく、病室のベッドには脱ぎ捨てられたパジャマがあったそうよ。もし自ら命を絶とうと思ったら、普通は遺書を書いたり、パジャマなどの残すものは整理するよな。ええ、このように自殺の兆候は全く見られなかったの。亡くなる前の酒井さんの様子はどのような感じだったんだ？自殺するような兆候はあったのか？酒井さんは喫煙や飲酒をすることは好まず、健康にはとても気を使っていたそうなの。内心はとても辛かったはずなのに、病気をしっかり治して、秋に新作を発表したい。全国ツアーもやりたいと前向きに話していたとのことよ。ますますわからないぜ。一体どうして亡くなってしまったんだろう。それに、ザードのレコーディングエンジニアを務めていた島田勝弘さんは、次のレコーディングに向けて準備をしている状況であり、病室へ行った時にも早く治して復帰したいと話していた。自殺はありえないというようなことを語っているわ。ここまで聞いている限り、自殺してしまうような様子は見られないな。でも、癌の治療をしていたのか。不安定な気持ちになっても仕方ないと思うぜ。ええ、マリサの言う通りよ。酒井さんは、アートディレクターの鈴木健一さんには治療がとても怖い、と打ち明けていたそうよ。そうだよな。本当は不安だったと思うぜ。事故の状況が不自然なため、酒井さんが自ら死を選んだとする見方も少なくないわ。精神的に参ってしまい、うつ状態になっていたのではないかという指摘もされているわね。闘病生活が続いて、心身ともに弱っていってしまったのかもしれないな。一部の関係者によると、余命宣告をされていたという話もあるわ。医師からは余命2ヶ月と伝えられていたそうよ。体重も30キロくらいまで減ってしまったという噂もあるわね。それが本当だったら、前向きに振る舞うのはとても大変だったと思うぜ。そうね。酒井さんは当時精神的に不安定だったため、たくさんの薬を処方されていたそうなの。この薬によって意識が朦朧としてしまい、転落したという説や、正しい判断ができず、自ら死を選んだという説もあるわね。ふむふむ。でも、そんな状況で散歩していたとしたら少し変じゃないか？マリサの言う通り、酒井さんが散歩をしていたのは早朝の4時。事故があった階段は通常の散歩ルートとは違ったそうよ。4時？朝の散歩というにはかなり早いな。それに、なんでその日に限ってルートを変えたんだろう。それも謎よね。酒井さんがどんな気持ちで散歩をしていたのか。ああ、事故と自殺、どちらとも言い切れないな。これらの他にも、自殺の原因とされている話があるわ。まだあるのか？なんだろう。失恋を苦に自殺したというものよ。失恋？誰と付き合っていたんだ？ビーイングの長戸大光さんと恋愛関係にあったと言われているわ。長戸さん、酒井さんの才能にいち早く気づいた人か。ええ、プロデューサーと歌手は一緒に過ごす時間が長いから、恋愛関係になりやすいのかもしれないわね。
ただ、2002年頃から関係にひびが入り、この頃から酒井さんは精神科に通院するようになったという噂があるわ。繊細そうな人だから、失恋で心に大きな傷を負ってしまったのかもしれないな。すべて噂レベルのもので、本当のことはわかっていないわ。真実は酒井さんにしかわからないの。そうだな。とても残念だぜ。6月26日に東京青山葬儀所で、ザード、酒井泉さんを偲ぶ会が関係者向けの音楽葬として催され、大黒摩季さんや小田哲郎さん、池森秀一さんなどが列席したわ。おお、音楽関係者がたくさん訪れたんだな。ええ、ビーズの松本隆弘さんと稲葉浩志さん、倉木麻衣さん、読売巨人軍出身名誉監督の長嶋茂雄さんらも追悼コメントを寄せているわ。ファンのためのお別れの会はなかったのか？もちろんあったわ。6月27日に一般者向けの音楽葬が開かれ、4万100人ものファンが来場したの。4万人？すごい数じゃないか？この弔問者数はハイドさんや美空ひばりさん、今和の清志郎さんに続いて、戦後の日本では4番目の人数よ。それだけたくさんの人に愛されていたということだな。そうね。9月には東京と大阪で追悼ライブが開催されたんだけど、応募者が殺到したため、座席数を急遽拡張することとなったわ。そりゃそうだぜ。私も行きたかったな。いずれにせよ、とても惜しい人を亡くしてしまったぜ。酒井さんの歌に元気づけられた人はたくさんいたと思うぞ。私もそう思うわ。それでは今回はこの辺で終わろうかしら。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは事故や災害について解説してるから、よかったらチャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。あとこのチャンネルで解説してもらいたい事故や災害があったら、気軽にコメント欄で教えてくれると助かるぜ。それではまた次回会いましょう。バイバイ。